固めないですので、均等に水分が行き渡るように、こういうふうにダラダラ残ってると水分が固まってる証拠なので、なるべくサラサラにします。大体でいいんですけど、サラサラにしたら今度お水入れます。さっきみたいにお湯みたいにドバッと入れないんですね。ちょろ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 渦巻き状にこんな感じに入れてください。うん、はい、どうぞ。はい、じゃあぐる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 ってるぐる。この今の渦巻きできない。じゃあね、お水を入れたらまたお箸ですのでね、準備しておいてね。はい、お願いします。はい、ちょろちょろ、そう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 。まあ上手、うん。はい、粉の上に全部。はい、上手です。そしたらまたお願いします。はい、この作業もできるだけ早めにお箸を動かしていただくと、次の作業に早く行けますので、そうそうそう、早く頑張れ。はい、こぼさないで。こぼさないで早くやってください。こっちゃんもこぼさないでやってね。こっちゃん、そう。で、そんなにいっぱいなくて、こっちゃんのところで、自分のところとさ、うんうん、せいぜいこっちゃんのところでいい。うん、その遠くまでやるの。お姉ちゃん今何歳？7歳。どのくらいの時にしたんですか？多分2年くらい前かな。うん、2、3年前ですね。うん、覚えてる？そのところ。あんまり覚えてない。場所は覚えてない。場所、滑り台をあったので。あ、滑り台やった？その時とか言ってたね。その時やったのかな？やったやった。うん、写真撮ったからすごい。それ見てるから。結構ね、お子さんはいいですよね、行くまでに。でも何度も行くんだけど、大人は1回で疲れちゃって、バテちゃう。バテバテね、うん、下で見てるから、そう、行ってらっしゃいって感じ。だんだん良くなってきたよ。ポロポロしてきて、今度いいですのでね。もうちょっと頑張ってね。固まってきてる。固まってきてる。こっちは箸にいっぱいついてる。箸にいっぱいついちゃって。どうしないですか。はい。なんかまた切ってくる。これ入れ後も多分手でコネコネするような感じがします。コネコネしてください。うん、あ、なんかほら、匂いがこのお蕎麦のこの匂い。